今セブンイレブン持ってきました。ずっと気になってたこれ、サラダチキンを入れて作るっていうシリーズ、これともう一個ミネストローネもあったんですけど、もしかしたら違うメーカーかもしれないんですけど、もう一個ミネストローネも置いてありました。今回はサムゲタン買いました。これにはノーマルのプレーンのサラダチキン入れようと思います。あとこれは明日、これ何が好きです、コールスロー、あとおつまみカニカマ、あとこれ初めて買ったアロエヨーグルト、これで100円とかだったかな、なんとなく安い気がしたんで、これ作っていきたいと思うんですけど、サラダチキンを食べやすい大きさに裂いて丼の器に入れて、これをよく振ってから加えてラップをかけてチン、500ワットで3分20秒、ラップを外して温度が均一になるようにかき混ぜて出来上がり。でとりあえずこれを裂いて丼に入れて、これを入れてラップかけてチンしていきます。ちなみにサラダチキン裂くとこんな感じ、結構簡単に手で裂けました。ちょっと猫の餌みたいです。7時50分なんですよね。さあ待ってる間におつまみカニカマ、いただきます。クローバー、ただいま。今日のニュース、最新のニュースをお伝えします。広瀬アリスさん、鈴さん姉妹の兄逮捕、酒気帯び運転疑いで、松井秀喜、ガンバ大阪のミッドフィルダー倉田修になりましたが、ももクロ有安桃香がテレビで卒業を生報告、ミッドフィルダーのコメント、以上最新のニュースをお伝えしました。マジか、そっか、できました。全然白くて見えてないんですけど、サムゲタン自体あんまり食べたことないんですけど、美味しい鶏だしのちょっとお米が入ってるやつってことですよね。いただきます。うん、あ、生姜も入ってるんだ。うん、優しい。うん、これ風邪ひいた時に食べたいやつですね。めっちゃ味付け優しいです。うん、私髪切ったんですけど、前どんぐらいあったのか、肩つくぐらいまであって、でまあ、結構切った方だとは思うんですけど、まあ、そんなにでも前の髪型と変わってないのからか分かんないですけど、今日会社で誰からも髪切ったって聞かれなかったですね。ここを なんて言うんだろう、ここね、このうなじからこの耳の裏とこのもみあげにかけてをすごい短くしてみたんですけど、それでも誰にも言われなかったですね。なんかよく YouTube の動画で、あの丸々を少しずつ変えていったらどれぐらいで気づくだろうとか、そういう動画あるじゃないですか。私がだんだん髪を切ってって、多分でも坊主になるくらいまで誰も触れてなくれないかもしれないですね。サラダチキンに関して、うん、サムゲタン的には多分美味しいのかもしれないんですけど、もうちょっとだけ塩気欲しいですね。なんか醤油かけたくなってくる。そっか、有安桃香卒業か。あの緑ゆも子ですよね。うん、醤油かけても美味しい。もう今日ちょっと残業で帰りが遅かったんで、ちゃちゃっとゴロ入って寝ます。
い、ごちそうさまでした。はい、というわけでこれどこでも売ってるのか謎なんですけど、セブンイレブンで買ってきたサラダチキンを入れて作るサムゲタンのお話でした。じゃあまた。